はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。7月19日、金曜日です。先ほど、1週間の滝行を満行いたしました。というわけでですね、今日もまた、恒例の、もぐもぐタイムに行きたいと思います。アメリカンドッグが定番ではあるんですけども、ちょっと今アメリカンドッグっていう口ではないので何かないかなと思いまして、まず飲み物ご紹介したいと思います。こちらです。じゃじゃーん、オロナミン C。 オロナミン C ってさ、神だなと俺思っててさ、オロナミン C、 まずこの適度な大きさですよ。この分量、デカピタっていう似たのがあるんですけども、あれちょっと多いんですよね。で、サイダーとかコーラは普段は飲まないとか、まあ、旅行してる時ね、自転車だったり海外はやたら喉と渇くんで、あとなんか塩分糖分欲しくなるんでコーラもいいんですけども、普段は飲まないと。だけどもこのちょっと喉渇いたなと、ちょっと炭酸欲しいなという時にですね、この分量最高なんですよ。いいです。そしてこの味ですよ。この味ね。なんだろう。この、元気が出そうな味ですよ。まあ実際元気出るんだろうけどもね。今日はセブンでこれ買ったんですけども、なんか、リポビタン D とかね、なんかそういう薬、サプリメント系の棚にこれ置かれてるんですよね。最初はさ、普通のジュースのとこで探したんだけど、なくてね。これね、うん。置かれてるんですよ。なんかサプリ系のところに。そして今日は実はですね、ドリンクが2つあるんですけども、その前にね、フードを行きたいと思います。まあ、そんなに物珍しいものじゃないかもしれませんが、パンですね。パン！パンなんですけども、じゃじゃーん！こちらです。何かというとですね、レモンクリームメロンパン瀬戸内産レモン使用といういわゆるメロンパンなんですけどね、メロンパンなのにレモンクリームレモン使用ということですね。どこがメロンやねんって思うんですけども、これ大阪やったらですね、サンライズって言うたくなるとこですよね。わかります？関西の人、メロンパンよりもですねサンライズなんですよ。サンライズ今でもあるんですかね。関西の人コメントしてください。サンライズ、ちっちゃい頃はメロンパンも好きやったんですよ。サンライズ何が違うねんと思ったら、多分この縞模様が違ってたような気がします。味はほとんど一緒なんですね。イエース。うまい。今自然にね、うんうんって言ってしまった。ドリフ食いが出てしまいました。昔、小学校の頃、ドリフ見てたら、何か食べるとき必ず、うんうんうんって志村を中心に言うんですよね。で、僕は小学校の頃、それで、ドリフ食いと言っていつも、うん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 ってご飯を食べながら言ってると、お父さんから、お前やめうるさいんじゃってよう言われたものです。お母さんからも、あなたも黙って食べってね。そのことを牛くんに言ったら、ヒューさん確かに食べてるときうんってよう言いますよねって牛くんとかよく食べに行ってますんでね、うんうんうん。レモンクリームがね、なんとも言えないですね。うん、今初めて食べたけどなかなかいけます。美味しいです。原材料名、小麦粉、国内製造、砂糖、ミックス粉、小麦粉、
脱脂粉乳、卵黄粉、フラワーペースト、マーガリン、乳糖を主要原料とする食品、液卵、レモン加糖、加皮糖、なんとか漬け、パン酵母、レモン果汁、ショートニング、以下略、食べます。レモンの酸味と甘みと旨味が口の中に広がって美味しいです。パンの旨味と甘みと酸味が口の中に広がって美味しいです。元ネタこれね、元ネタこれ、あ、美味しい。口の中に葡萄の渋みと甘みと酸味と濃い風味が口の中に広がり、美味しいです。タレゾーってやつですよね。タレゾー初めて見たのは10年ぐらい前なんですけど、小中学生のさ、オフ会にね、参加してるんですよ、タレゾーが。2012年8月18日土曜日、ルイ君のオフ会がありました。そのオフ会 VTR どうぞ。はい、どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、ルイ君のお店に来ております。はい、来ましたよ。まずルイ君。はい、ルイ君です。メガネ、メガネマン。はい、そして、はい、名前、名前、名前、猫、猫、はい、猫、たぬき、たぬき、キツネ、はい、猫、猫、はい、ゴリラ。いやそれが話題になってて、何やこのおっさんと思って、YouTube やってるんやって見たらめっちゃ面白くて、あの当時10年ぐらい前ですけども、チャンネル登録1000とかやったんですよ。あの時の1000はものすごく神やったんですよ。うわ、すごいなと。で、いつの間にかもうやめてたんですよ、すぐ。でもさ、あのままずーっとあの感じ続けてたら、まあおそらく50万チャンネル登録は余裕でいくし、まあ大喜利ネタになってたでしょうね。いやー、ヒカキンが恐れる男になっても100万チャンネル登録いくんじゃないですかな。ねえ、捨てハゲとかでも20万ぐらいっていうかね、大喜利ネタになってるとか、もったいないことしたね。あれでさ、普通で生活できると思ったのに、あれね。タレゾー。うん。ティッシュペーパー、あ、上オロナミン C。 おばあちゃんが昔よう飲んでましたわ。母方のね、僕可愛がってくれたね、黒田のおばあちゃんとおるんですけども、おばあちゃんがよう飲んでました。まあ、晩年というかね、オロナミン C を毎日飲んでたんですよ。で、よかったと思いますよ。あとね、シチュー好きやったっすね。うん、シチューとオロナミン C さ、やったら何もいらんわって言ってましたわ。だからオロナミン C って言わないんですよ。オロナインって言うんですよ。なんでやねんな。オロナインって、オロナイン、オロナミン C や言うてんのさ、オロナインって言うんですよ。で、レモンティーのことレモンチーって言うし、あと、ソゴーってあるでしょ、デパート。ずーっとソゴーって言わずにソーゴーって言ってましたね。ソーゴー。そごうやって言うてんのに、そごう。言うてました。そういうの結構ありますよね。特におばあちゃんそういうの激しかったです。ひどかったです。そういう言い間違いをずっと貫き通すの。他にもあったと思いますよ。オロナミン C をオロナイン。そごう、そごう。レモンティーをレモンチー。なんかいろいろあったと思う。思い出したらなんかあると思う。今日はね、ちょっと食べてみたくて、飲んでみたくて、こういうのも買ってきたんですよ。もうちょっとお腹いっぱいなんですよね、今ね。
これね、飲んでみたかったよ。じっくりコトコト野菜ポタージュコーン名称スープ原材料名スーパースイートコーンタイアメリカハンガリー食塩砂糖野菜果実混合濃縮汁人参赤ピーマン以下略タレゾーはこれ全部読むんですよね。飲みたいと思います。美味しいです。コーンの甘みと酸味と旨味が口の中に広がって美味しいです。つぶつぶないなこれ、うん、うわもう10分経ってるやん。何も言うてない今日俺食べてるだけやん。ちょ今日はほんまね言わせていただきますわ。今日こそこの言葉はもうふさわしい。今日こそね、今日ほどふさわしい言葉がないんちゃうかなと思うんですけども、言わせていただきますよ。言わせていただきますよ。まだ見てるんですか？何も言うてない。いつもね、アメリカンドッグの時もあんな苦労しながらさ、おもむろめにケチャップとマスタードってウェーって食べてんのにさ、だいたいまあ3、4分ぐらいして、食べながらええ話してると思うんですよね。今日何も言うてへん。サンライズじゃなくて、メロンパンと食べて、タレゾーの真似して、おばあちゃんの言い間違いの貫き通す話をして、で、オロナミン C が神っていう話をして、で、このコーンポタージュ、冷たい冷製、俺冷製スープ好きなんですよね。なんかね、これつぶつぶないかと沈んでんちゃうかな。ん？あ、つぶつぶ出てきた。いっぱい入れてきた。めっちゃ美味しい。まあこれはもううんうんそうですね。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しいこれ。当たり。この3つでね、400円台ですよね。だからドルで言うたらなんぼ3ドルないぐらいちゃうんかなと思うんですよ、今やったら。3ドルでこれいけたらものすごい神でしょ。今3ドルやったらアメリカで何買えるんですかね、ニューヨークで。水1本ぐらいかな。安いね、物価。来週の今頃、韓国、そしてモンゴルですよね。金曜日でしょ。ちょうどモンゴルの日ですね。あ、ちゃうわ、なんやろ。モンゴル。うん。最後の一粒がない。一粒取れない。なんかこれ YouTube とかでさ、よう見てるのあるんですよ。とか、インスタというか TikTok わかるけど、トラックで、なんか、辛ラーメン食べるお兄ちゃんのね、なんかこういう髪型してた。で、ポンって頭で卵割って、でパー入れてさ、ネギガーって切って、ほんで、お前本当に食ってんかと思ったりするんですけどね。ちょっと、上開けよう。これなかなかいいでしょ、これ。メルセデス・ベンツなかなかいいでしょ。うん。さらに。持ってくんですよ。うお、開いた。持っていくぞ。あれ。開いた。こんな感じ。ね。あれですよ。まあ、ちょっと叫んでたらあれなんで、ちょっと閉めよう。ここだけ閉めよう。だから今日の本題なんですけども、別に本題はないんですよ。あんまりね、いつもの孤独ですけども。まあ、今からね、東京に行って、で、明日、週末、土日、魔法使い養成講座ですよ。
で、夜は懇親会やって2日間ともですね。まあ、2日目は、あの、魔法使いの懇親会じゃなくて、プライベートな懇親会ですけども。で、月曜日帰って、で、いろいろして、で、来週、韓国、で、モンゴルですよね。モンゴルでホーミー、僕の夢やったんですよ。やるのがですね。まあ、そういうわけでですね、何を言うんやとね、今日は何の話やっても、もう話すことないんですよ。もうね、毎日毎日話してるでしょ。ないことはないですよね。あるんですよ。たくさん。話したいこと山ほどあるんですよ。でも、愚痴も言いたいことあるんですよね。まあ、言うてもしゃあないことですけどね。まあ、少なくともね、ここまで見てる人は、最高ということですよ、人生ね。運が良くなるということですよ。いや、貴重な時間ですよ。ね。それをこの、つるんとした、ね、おっさんのために、産物のために、ためじゃないですね。自分自身のために見てるんだと思いますよ。このつるんとした、産物のおっさんの、YouTube を見てるわけでしょ。何言いました、俺。メロンパンのサンライズ、オロナミン、オロナインの話して、総合の話して、総合の話してね、タレゾーの話して、そんだけじゃないですか。けどね、なんか人生でさ、もうあの、軽く考えたらいいと思いますよ、本当に。もうここまで見てるでしょ？もう見てるだけでいいんですよ。ね、何の意味もないんですよ。ね、意味のある動画、なんかさ、世の中の人ってさ、意味を求めようとするでしょ？意味とか意義を。それって、まあ、多分どうなんかなと思うんですよね。そもそもなんで俺ら一人一人生きてるかって、これ何の意味もね、ないんですよね。ただ、怒ってることが怒ってるだけなんですよ。で、レッスンね、因果関係。僕のね、その同級生この間亡くなりましたよ、中村康彦君ね。まあ、結構、なんかじわじわじわとボディーブローみたいに聞いてるんですよね。ねえ。でも、怒ってることは怒ってるだけだから、別に何の因果関係もないんですよね。なんかその、ええことしたからとあかんことしたからこうなる、ああなるってのはなくって、もちろんね、自分が言うたこと、例えば、自分が例えばなんつうかな、ネガティブなこととかね、不平不満とか言ったら、不平不満の波動っていうものがさ、そう引き寄せやすくなるんですよ。これ、磁石とかそういうものなんですよね。磁石引力なんですよ。でもね、人の生き死にっていうのはね、これ最初から決まってますからね。いや、例えばこの、ね、なんでも構いませんけど、これ、パンって落ちるでしょ？これなんで落ちるかって言ったらさ、引力があるからなんですよ、地球にね。万有引力って、ニュートンさんが最初発見したものですけども、万有引力だでしょ、これ、シャーあるわけですよ。で、同じようにね、ネガティブな、不平不満言うたら、それが引力になるんですよ。で、そこの同じような波動なのが、ものが、パーンと引き寄せられるっていう、それまさに引力なんですね。で、引力って言葉が引力を作るんですよ。だけどね、この物理学の4つの力ってありますよね。強い力、弱い力、電磁力、あの、重力ね。で、重力だけめちゃめちゃ弱いんですよね。あとの強い力、弱い力ね。あの、電磁力めちゃくちゃ、もう、そんなんも人間では、通用、もうその、到底叶わないような強さなんですけども、重力なんだかんだってことで持ち上げられるじゃないですか。めっちゃ弱いんですよ。だから、そういう重力、引力で言うと、ネガティブなこと言うたとしても、あ、今の嘘って言った瞬間に、その重力がね、もう今、だからこそついてるラッキーって言い直したらすぐいいんですよ。すぐパーンとまた別の重力ね、引力に、変わるわけですね。パチって変わってしまうわけですよ。でもそれめっちゃ簡単なんですよね。そういう意味ではですね、あの、世の中は引力でできてますんで、重力でできてますんで、あの、魔法も全部重力ですよ。重力を自分で生み出すんですよ。で、ここに重力が磁場を生み出すんですよね。魔法ってこうやってね。で、そこに、まあ、例えば、自分自身お金やったらお金ね。お金の重力を作って、で、引き寄せるという、まあ、そういった寸法になってるわけなわけですよ。で、そういう技術をね、まあ、伝授させていただいてるわけですけども、まあ、おかげさまで僕ももう、次から次へとええものをどんどん引き寄せてるわけですよ。あの、人生多分簡単ですよ。ものすごく簡単ですよ。結局ね、なんかあかん人というか、自分の思い通りになってない人って、実はいなくって、実は思い通りになってるんですよ。というのは、まあ、その、
意思で、意識でね、望むとか望まざるはとあると思いますよ。でも、根底の潜在意識っていうの中では、そこで重力が生まれてるわけですね。だから、いや、俺ってあかんなーっていう風な言葉を発するとか、そういう思いを持つでしょ？そしたらそれが重力にね、引力になるんですよ。で、そのままの現実は引き寄せられているわけですから、そこにね、いいとか悪いとかないんですよ。いや、ほんまにもうその通りのことが起こってるだけなんですよね。だったら、自分でその引力っていうのを、コントロール、選択できるわけですから、好きなようにやったらいいわけじゃないですか。で、僕そのことにも20年前に気づいたんで、そうやって実践していったら、まあおかげさまでお金もどんどん入ってきますし、まあいいものいっぱい食べさせてもらえるし、いい機会とかチャンスとか、ね、奇跡とかシンクロニシティ、ものすごいあるわけですよ。結局自分がね、引力を作ってるだけなんですよね。この引力が因果関係になってるわけですよ。ただ、生きる死ぬは別ですよ。まず誰も、ね、よし、今から生きるぞと思ってさ、おぎゃーって生まれてくるわけないでしょ。なんか知らんけど気がついたら生きとった、生まれてきたったとかの感じじゃないですか。で、まあ亡くなるっていうのもそうですよね。モーツァルトが35歳で死にましたし、チャーリー・パーカーも35歳とかね。まあ若くして亡くなってますけども、まあでも残ってる作品がめちゃくちゃ多いですからね。結局ね、なんかこの地球に何を残すかっていうのも大切だと思いますよ。そういった意味ではね、安彦君はいろんな映画出てるしね、うん、俺が昨日もやっぱ見てたんだけどね、なんかちょっと切なくなりますよね。なんか高校の時のこととか思い出してさ、あいつええやつやったなとかね。あ、ほんまええやつなんですよ。別になんか裏があるとかじゃなくて、ほんまにええやつだったんですよね。まあでも悩みが多かったやろうなと思う、なんとなくね。それ考えたら僕なんかもう全然悩みなくてヘラヘラしてますけど、まあヘラヘラしてるぐらい、まあそういった意味ではね、なんかもうちょっと俺とよう飲んでたらよかったのかなってちょっと思ったりもするんやけどね。まあでもそれはそれで、怒ってることは怒ってるだけであって別に言い悪いじゃないんですよ。だけど言い悪いって、もし言い悪いってないんですよね、世の中ね。言い悪いないんですよ。だから、まあ言い悪いっていうふうに一応ね、ラベリングはしますよ。ペタペタペタってやりますけども、一応そういうね、価値観でやりますけども。だけど、言うたことがそのままで来るだけですからね。まあそういうもんですよ。そういった意味では、もう俺ずーっとなんかね、自分の願いとか願望言いまくってるじゃないですか。ガーってね、書いたり言ったりしまくってるでしょ。本も出ましたよね。だから結局、20年前なんかな、いや俺が本出すのかまた考えるなかったんやけども、なんかブログ書いてたらいつでも本出すのええなと思って。だからコーチングを受けたんですよね。ちょっと簡単なのか、ちょっと3ヶ月ぐらいコーチングを受けた時に、石田さんも本出したらどうですかってね、そのコーチの人に言われて、あ、そういうのあるなぁと、そういう選択肢あるなぁと思って、で企画書の書き方の本紹介してもらって自分で書いたんですよ。でそのコーチの人に見てもらったら、一応コーチの人は否定も何もしないですね、肯定しかしないですね。で書いてさ、でその気になって、でいろんな出版社に投げ込んだら、三幕出版にも投げ込んだんですけどね、それは丁寧に返ってきましたけども、あのまあ一社ちょっと話聞かせてくださいって言われて、まあ同文館っていうところなんですよね。で行ったんですよ。そしたらその編集長さんからなんかケチョンケチョンに言われましたよね。だけどすごい良かったです、誰がね。まあそういうなんかこんなありながら、あなたの本なんか出す人いないですよってね、その時点では言われたわけですよ。だけどまあね、何クソと思ってやるわけじゃないですか。そこで腐ってたらあかんのですよ。いや本出すんやから本出して書いたらええやんけってね。たまに言いますけどね、いや本出したいんですよ、本書きたいんですよ、書いたらええやんって思うわけですよ。で僕なんか書いてたんですよね。もうなんか出す出さんとか限らず書いてたんですよ。300ページ分ぐらいの10万字ぐらいのやつ書いたんですよね。でそれを三幕出版ちょっとね、金子さんと出会って連絡して、いや実は原稿あるんですよってボーン出したら、ああ面白いと思うんで、まあでもこのままじゃ出せないんで広報変えてくださいっていうふうにまた書き直したんですよ。それをベースに、それが夢が叶う時に何が起こってるのかっていう本で、でその後僕はなんだかんだ1年に1冊ぐらい出してるのかなという感じじゃないですか。だからそれも自分が望んだことなわけですよ。自分の重力を生み出してるわけなんですよね。そういった意味では何を、改めて原点に帰りますけどね、何を自分は望んでいるのかっていう、ただそのを今一度ね、確認しましょう。そして紙に書きましょう。結晶化しましょう。そしたら叶うから。で今度僕の本ね、ミラクルが始まるとき何が起こっているのか、ぜひ読んでほしい。もう自分で言うのなんですけども、最高傑作ですよ。100万部、ちょっと今ね、100万部って瞬間打ってきてるんですよね。あ、難しいなとかね、思ってんだけどさ。で、無理とは言わない。いける。俺は奇跡を起こすんだよ。奇跡の本書いてんだからさ、奇跡を起こすに決まってんだよ。というわけですね。まあ、いろいろ、授業もやってますし、まあ、旅も行きますし、自転車にも乗りますしね。はい、魔法使いもやりますし、
いろいろありますけども、全ては自分が望んだ結果ということですよ。ただ根底的には宇宙の意志っていうのがあって、宇宙の起こることが起こるという、もう覆しようのない大前提があります。それに俺は生かされてるだけなんですよ。生かされてるだけっていう、こういうオロナミン C ね、オロナインもさ、ね、おばあちゃんが言うところのオロナインもさ、自分で生み出してるわけじゃないでしょ。でそこでできることってのは感謝ですよ。感謝、起こってることに対して全て感謝をすると。で自分ができることをね、生み出すっていうこと、それを愛って言いますよね。愛と感謝なんですよ。自分が何かを行動する、そして誰かに何か与える、それが愛ですよ。それで起こってきたことに全て受け入れる、それが感謝ですよ。で世の中って愛と感謝なんですよね。愛と感謝っていうのはベクトルが違うんですよ。結局言ってること同じってことですよね。でそこに宇宙が同調してるんですよね。だから宇宙と仲良しって何かあったら愛と感謝で生きるってことなんですよね。行動しまくろう、表現しまくろう、それが愛やと。で起こってきたことを全て受け入れようと。いやもう受け入れるみたいなのあれですよ。何でもかんでもさ、って、ね、言うわけじゃなくて、あかんものはあかんと、あかんものはあかんということ自体も受け入れるってことなんですよね。ちゃんと自分の意思、軸を持ってそれを対応しようってことですよ。でもどうしようもないこともありますからね。どうしようもないこと、それはもうしゃあないなというふうに思うしかないわけですよ。例えばね、人の生き死にもそうですよ。残念ながら生き返らないんですよ。生き返らないですよ、うん、それをどうこう言っても仕方がないわけですよね、うん、怒ったこと怒ったんやなということです。だけども自分で抗えることは抗った方がいいですよ。例えば病気になりましたね、なんか病院行ったらいいんですよ。いや受け入れる、いやなんか Q さんちょっと矛盾してませんか、受け入れるって言ってるのなんで病院行ってるんですか、そういうことじゃないからね。全然それ読解力なさすぎだよねと思うわけ。そういうことじゃない、自分でできるかちゃんとする、それも愛なんだよ。愛の表現、もうあがきまくる、もがきまくる、うん、それでもどうしようもないことがある、その時に受け入れる、そしてむしろそのことに感謝をする。できないかもしれないけど、どっかでふっと感謝できる時がある。その時に愛と感謝に同調して本当の意味での宇宙と仲良しになれるってことなんだよね。でそのこと俺20年前になんとなく気がついたからね、そういうことブログにも書いてから、だから俺めちゃくちゃ運がいいわけですよ。というわけでもうすぐ30分ぐらい話してますけども、ここまで見てくれてありがとうございます。ここまで見てるんだからね、ハッピーにならないはずないですよね。というわけでこれを見たあなたはハッピーにしかなりません。もう諦めてください。あなたは幸せにしかなりません。諦めてください。もうそれ以外の選択肢いらない。おめでとうございます。不安定、ちょっと拍手をさせてください。拍手を送ろう。不安定、祝福の前にというわけですね。今からちょっと準備して東京方面に行ってきたいと思います。ありがとうございます。